委員会を再開いたしますこれより採決に入りますが、先ほど理事会において協議した結果、参,加参考としてお配りしております、再開後の審査順序のとおり、まず、県第1号議案、令和2年度広島県一般会計予算を採決し、次に分離採決した県第1号議案を除く16件を一括して採決することといたします。それではお諮りいたします県第1号議案 令和2年度広島県一般会計予算は原案のとおり可決することに賛成の委員はご起立願います起立多数でありますよって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました次はただいま分離議決しました 県第1号議案を除く付託議案16件を一括して採決いたします右各案はいずれも原案のとおり可決することに賛成の委員はご起立願います起立総員でありますよって右各案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました 次に委員長報告の案文については、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議がないようでありますので、そのようにさせていただきます。この場合この場合、知事から発言を求められております。 湯崎知事ただいま令和2年度当初予算案を可決すべきものとご決定いただきありがとうございました3月3日に本委員会が設置されましてから委員の皆様には終始熱心にご審議を賜り改めて厚く御礼を申し上げます新年度は引き続き平成30年7月豪雨災害からの一日も早い 復旧復興に向け、創造的復興による新たな広島県づくりに最優先で取り組むとともに、広島未来チャレンジビジョンの最終年となることから、欲張りなライフスタイルの実現に向けましても、これまでの取り組みによって現れてきた成果や、新たに育ちつつある成長の目を、県民の皆様に実感していただけるよう、さらなる成果の獲得に向けて取り組んでまいります。 本委員会におきまして、委員の皆様から賜りましたご提言、ご意見を生かしながら、当初予算案に盛り込んだ諸施策を着実に展開してまいる所存でございますので、皆様におかれましても、今後ともご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。 次に議長からご挨拶があります一言ご挨拶を申し上げます去る3月3日に当委員会が設置されまして以来委員各位には連日にわたり終始熱心にご審査をいただきましたそしてただいま令和2年度当初予算につきまして 慎重な議論の上適切な結論を得られましたことは、党委員会設置の目的を十分果たされたわけでございまして、誠にご統計に耐えない次第でございます。また、本委員会の運営にあたりましては、県内で新型コロナウイルスの感染症の患者が確認されたことを踏まえ、急遽参考人の意見聴取を、東京事務所からのインターネット中継により、初めて実施いたしました。 大木委員長をはじめ、吉井、石津両副委員長、並びに委員各位、または知事をはじめ、関係当局におかれましては、格段のご協力を賜りましたことに対し、厚く御礼を申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。 委員会の閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。さる3月3日に、党委員会が設置されまして以来、短期間での集中的な審査にもかかわらず、委員各位には終始、熱心に審査をいただき、ただいま委員会としての結論を得たところであります。この間委員会運営につきまして 委員各位の格別のご協力を賜りましたことに対し、吉井、石津両副委員長とともに厚くお礼申し上げます。また、知事をはじめ、執行部の皆さんにおかれましては、長時間にわたりご協力をいただきまして、ありがとうございました。審査の過程において、 各委員から指摘されました事項につきましては、今後の県政推進に十分生かしていただきますよう念願いたしまして、簡単でありますが、閉会のご挨拶といたします。これをもちまして 予算特別委員会を閉会いたしますありがとうございました